皆さん、おはようございます。くまさんの YouTube 農業大学、講師の夏木かりんです。今日も一緒に勉強していきましょう。今日は、キュウリの害虫についてです。前回、キュウリのウイルス病、そして細菌病と糸状菌病について取り上げました。キュウリを育てているという人はぜひ、こちらも見てくださいね。キュウリの害虫、皆さんは見かけたことはありますか？蛾の幼虫を見かけたという人もいると思います。今日はこのキュウリの害虫の種類と防除方法についてそれぞれ見ていきます。キュウリの害虫は蝶目、ハム種類、そして微小害虫に分けることができます。今日は蝶目、ハム種類、そして微小害虫の一部をご紹介します。まず蝶目からです。蝶目は幼虫の時にキュウリの早実を食害します。キュウリを食害する蝶目はイチジク菌ウワバ、ウリ菌ウワバ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ、そしてウリのメイガが知られています。ここではハスモンヨトウを取り上げます。ハスモンヨトウは主に葉っぱと果実を食害します。弱齢幼虫の時は体長1ミリほどでほとんど目につきませんが、秋齢幼虫になると3センチほどとかなり大きくなります。キュウリの葉っぱにかじられた跡がある、株元や葉っぱに糞が転がっているという時にはハスモンヨトウなどの蝶目が近くにいることを疑ってください。ハスモンヨトウをはじめとした蝶目が問題となるのは3つ理由があります。まず葉っぱを食害することによる光合成能力の低下です。植物は光合成によって二酸化炭素を固定し、植物体や果実の成長の基礎を作ります。葉っぱが食べられてしまうことで光合成能力が低下すると成長が妨げられてしまいます。蝶目の問題点その2は果実を食害することです。果実を食害し見た目が悪くなったり商品価値がなくなったりします。家庭菜園では商品価値はあまり気にはなりませんが、それでも虫に食べられて形や色が悪くなったものはなんとなく食べたくないですよね。蝶目の問題点その3は病原菌が感染する足場を作るという点です。キュウリの葉っぱや果実が食害される、それはつまり植物体に傷ができるということです。そうした傷口には病菌が侵入しやすくなります。蝶目の食害できれば防ぎたいのはこれら3つを防ぎたいからです。ではどのように蝶目を防げばいいのでしょうか。蝶目に対する物理的防除としては防虫ネットを設置するといいです。ハスモンヨトウなど蝶目の成虫が飛来して卵を産めないようにしてしまう方法です。また生物的防除も利用できます。ハスモンヨトウに対してはフェロモントラップが市販されています。ちょっと高価ではありますが、ハスモンヨトウの被害に困っている場合には利用を検討してみてください。またハスモンヨトウに対して忌避効果があるものもあります。コーヒーを散布するとコーヒーの匂いを嫌ってハスモンヨトウが近寄らなくなります。こちらも試してみる価値はありそうです。ただどうしてもハスモンヨトウを完全にシャットアウトするのは難しいです。その場合はキュウリをよく観察して蝶目の幼虫がいないかチェックしてください。そして見つけたら直ちに取り除いてください。蝶目はウイルスを媒介したりはしませんが、葉っぱをかじることで厄介な被害をもたらす害虫です。あらゆる方法を用いて蝶目を寄せ付けないを基本として、それでもキュウリに来てしまったら丁寧に見つけて駆除する、これを心がけましょう。でも次にご紹介するハム種類はもっと厄介かもしれません。ハム種類のうちキュウリを食害するのはウリハムシです。ウリハムシはキュウリをはじめメロンやカボチャなどウリ科野菜で大きな問題となる害虫です。ウリハムシの成虫は7ミリほどの大きさで黄褐色の昆虫です。キュウリをはじめ主に葉っぱを食害します。厄介なのは幼虫の時ウリハムシはキュウリの根っこを食害することです。根っこを食害するため突然
キュウリが枯れてしまったりします。知らないうちに食害が進み、気がついた時には手遅れということもあります。また成虫は体が大きいこともあり、葉っぱをかなり食い散らかします。また蝶目の幼虫と違い、捕まえようとしても飛んでいってしまうため、駆除しようと思っても思い通りにいきません。ウリハムシ対策としては、近づけない、これが基本です。ウリハムシは銀色や白色の反射光を嫌うため、シルバーマルチを利用すると成虫が飛来することを防いでくれます。またウリハムシはネギの匂いを嫌います。コンパニオンプランツとしてネギをキュウリの近くに植えてあげると、ウリハムシの飛来を防いでくれます。またテントウムシはウリハムシの天敵として知られているそうです。テントウムシをアブラムシ防除と合わせて利用するのもいいかもしれません。さらにウリハムシは早朝に活動が鈍く、捕獲しやすいです。ウリハムシの個体数が多い時は早朝の時間帯に捕まえて駆除するといいでしょう。ウリハムシの幼虫は土の中で生活しているので、駆除は難しいです。まずは成虫の防除を優先しましょう。成虫の個体数が多いと感じたら、幼虫が地下に潜んでいるかもしれません。その場合はキュウリが枯れてしまう前に農薬を用いて幼虫を駆除しましょう。そしてキュウリの害虫としてはアブラムシも厄介な存在です。キュウリに寄生するアブラムシとしては、またアブラムシやジャガイモヒゲナガアブラムシなどが知られています。いずれもキュウリの葉っぱなどを吸収します。吸収するため植物体が弱体化してしまいます。またさらに良くないことに、アブラムシが吸収するとウイルス病を媒介します。そのためキュウリにアブラムシがいることを見つけたら、すぐに対策する必要があります。大抵はアブラムシを肉眼で見つける前にアリさんが歩いているのを見かけます。アブラムシは排泄物として甘い汁を排泄するため、これを目当てにアリさんが近づいてきます。アリさんがしきりに歩いていたらアブラムシがいますので、探してみてください。アブラムシ対策として、以前牛乳をまくといいとお伝えしました。キュウリに寄生するアブラムシにも同じく牛乳散布が効果的か調べてみました。結論から言うと、キュウリに寄生するワタアブラムシには牛乳はあまり効果がないようです。多少の防除効果はあるものの、あまり効果はないという研究結果がありました。では代わりになる方法はあるでしょうか。調べたところ、ニームオイルがアブラムシ防除にいいそうです。ニームとは別名インドセンダンといって、インドなどで生息しています。ニームの種から抽出されるニームオイルは虫除けの効果があります。ニームオイルに含まれるアザディラクチンという成分は害虫の成長を阻害することで知られています。アザディラクチンは害虫が成長するために必要なホルモンのバランスを乱します。これにより害虫は食事をとることができなくなり、成長や繁殖が妨げられ、最終的には死に至るという仕組みです。私たち人間の体には無害ですので、安心して使ってみてください。ニームオイルを水で薄めて噴霧器でキュウリに吹きかけてあげると、アブラムシを防除してくれます。ニームオイルを使ったアブラムシ防除、ぜひ試してみてください。ということで、今回はキュウリの害虫防除の1回目をお伝えしました。蝶目、ハムシ、そしてアブラムシ、それぞれ特徴は違いますが、いずれもキュウリの成長や果実の収穫を妨げる害害虫です。今回ご紹介した防除方法、試してみてください。特に私はニームオイルを使ったアブラムシ防除、試してみたいと思います。アブラムシは非常に繁殖能力が高いことが知られています。有名な話として、アブラムシはお母さんのお腹の中にいるとき、すでにその胎児のお腹の中には赤ちゃんがいます。そのため子供が生まれると、すぐに次世代も生まれ、気がつくと大発生しているということになります。気温が高くなるとアブラムシの生育速度も速くなるため、ちょっと見ないうちにアブラムシちゃんがキュウリにたくさんいて、うわーということもよくあります。ニームオイル、
どれだけ効果があるのか、とても楽しみです。ということで、今回もお疲れ様でした。キュウリの栽培、一緒に頑張りましょう。次回もまたお会いしましょう。それでは、また。